マルセル・ポール・マクシミン・シャンピは、フランス出身のピアニスト。パリの音楽家の家系に生まれ、父母と妹は歌手であり、母の兄にあたるテオドール・リッターは、リストンカのピアニストであった。幼少時から、叔父のリッターの弟子から、ピアノの手ほどきを受け、ジョルジュ・マティアスにも指示。1904年からは、ジョルジュ・ファルケンベルクの指導を受け、翌年からパリ音楽院で、 ルイディエメの文下生となった。一方で、アントーン・ルビンシテイン文下のマリー・ペレス・ドブランビラーの、訓導も受けた。1909年にプルミエプリを受けて、パリ音楽院を卒業した。以後ピアニストとして活躍し、ジェラール・エッキャン、ジョルジュ・エネスコ、ジャック・ティボー、パブロ・カザルスらと共演を重ねて、性望を高めた。1920年には、イボン・ヌ・アストリュクと結婚している。 1941年には母校の教授に就任し、1961年まで、勤めた。1963年からは、有利メニューイン音楽学校で教鞭を取った。著名な門弟として、ヘプシバメニューイン、イボンヌ・ロリオ、セシル・ウセ、ジャン・マルク・ルイ・サダ等がいる。1980年、パリにて死去。A-BioGraphy of French Pianist Marcel Chounpi、Music 2 Last, A Lifetime メランプレス2012年10月10日3時13分閲覧マーセルチャウンピマーストンレコーズ2012年10月10日3時13分閲覧ありがとうございます